にちは。今日は千葉県館山市にある旧阿波南高校の木造校舎をチーバくんと一緒に見学しましょう。この建物は千葉県指定有形文化財です。関東大震災から7年後の1930年、阿波高等女学校の校舎として建てられました。戦後は阿波女子高校、阿波第二高校、阿波南高校と名前を変え、2008年に阿波高校と統合するまで女生徒の学び舎でした。白鳥が大きく羽を広げたような左右対称の美しい2階建ての建物ですね。伝統的な日本の木造建築と西洋風の要素が融合し、モダンな和洋折衷の設計になっています。建物の外壁がピンク、屋根がオレンジで可愛らしい雰囲気です。玄関の周囲は自然石の風合いを再現した洗い出し技法の外壁で、扉の上にはダイヤの形の装飾、左右には3段のスクラッチタイルの装飾が施され、上品で落ち着いた印象です。上を見上げると、洒落た腰折れ屋根に4つのクロスの形の装飾などが配され、目を引きます。チーバくんが呼んでいます。早速中に入ってみましょう。玄関内部の明かり取りの窓はダイヤ型に桟がはめられ、左右には巴崩しの浮き彫り装飾が施されています。天井からカーブを描くようにして漆喰を塗る蛇腹仕上げという高度な技術も使われています。女子校ならではの柔らかさと来客を迎える華やかな雰囲気がありますね。廊下がピカピカに輝いています。昔はぬか雑巾で磨いていたようです。両側の窓が大きく開放的で明るい感じですね。窓は1枚のフレームに縦2本と横3本の桟が中央寄せの美しいバランスに配されています。教室の扉は2枚1組でダイヤの形に見えるように桟がはめられています。教室の入り口の柱も下の方にはダイヤの形の装飾があり、上の方にはクロスの形の装飾があります。天井は上からの荷重を支えるために太い梁が目立ちます。これは関東大震災の教訓で、耐震強度を高めるための工夫のようです。梁の隅にも丁寧な装飾が施されています。今度は階段に行ってみましょう。幅広くゆったりしていますね。親柱は頭頂部を方形に加工し、縦に直線的な切り込み装飾が施されています。手すりの下の木の葉のような透かし彫りが目を引きます。こちらの教室ではチーバくんが勉強しています。かわいい教室ですね。木の机や椅子もレトロな雰囲気があります。最後に美術室に行ってみましょう。阿波南高校の制服を着た女生徒の肖像画が今も展示されています。こんな素敵な木造校舎で絵を描くのは楽しいでしょうね。木のぬくもりが優しく素敵な校舎でしたね。ほとんどの学校は1980年代に鉄筋コンクリート造りに建て直されたのですが、阿波南高校は当時の第一校舎を残す決断があったようです。今では千葉県内に数えるほどしか残っていない貴重な文化遺産です。それではみんなでチーバくんダンスを一緒に踊りましょう。